こんにちは、 TK です。今回は次の質問に答えていきます。試験中に具体的なデータを思い出せるかどうか不安です。はい、これはもうめちゃくちゃあるあるの悩みですね。事前課題として小論文を書くように指示されていた場合、具体的なデータを調べる余裕はあります。ただ制限時間のある小論文を書いている場合、具体的なデータは頭の中にある分しか書けません。そして具体的なデータを全部暗記しておくなど無理ですから、試験前は不安になるものです。ちなみに僕はこの悩みに対する明確な答えを持っていますので、まあ、早速お答えしていきます。結論から言うと、次2つの対策を実行すれば OK です。1、大雑把なデータを把握しておく。2、個人的な経験を根拠にする。ではそれぞれ説明します。1、大雑把なデータを把握しておく。制限時間のある試験の場合、データの数字は大雑把になっても構いません。出題者も正確な数字を用いるのは無理だと分かっていますからね。例えばNISAを題材にした小論文が出題されたとします。その場合、日本の総資産に占める預金の割合が重要なデータとなります。NISAの意図は預金を投資に回してもらうことですからね。ちなみに先ほど日本人の総資産に占める預金の割合を調べてみました。日本銀行調査統計局の調査によると 54.2% みたいですね。ただこの 54.2% という細かい数字を覚えておくのはきついですよね。まあ、この場合約5割とか半分以上というざっくりした感じで覚えておけば大丈夫です。ざっくりとでも把握できていればデータとして十分に活用できます。2、個人的な経験を根拠にする。出題されたテーマによってはもうざっくりとしたデータすらないよっていう時も全然あると思います。そういう場合は個人的な経験を根拠にして書くしかないですね。例えばNISAが題材の小論文であれば、周りの友人がどのくらい利用しているかとか、自分がNISAを利用したことでどれくらい節税できたかとかを書くイメージです。まあ、小論文ではですね、個人的な経験も全然表現していいので、データがない場合は自分の経験から話を展開していきましょう。まあ、ただ僕の感覚としては一般的なデータを多少は用いてほしいですね。その方が説得力が高まりますからね。どんなテーマが出題されるのかを想定して日々勉強を続けてください。地道な努力の積み重ねがあなたを合格に導きます。はい、今回の動画はこれで以上となります。質問はですね、動画のコメントやツイッターの DM にて受け付けていますので、そちらの方にお気軽にご記載ください。はい、今回の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。